そしたら、データベース統合の実現に向けてということで、基盤技術開発1というお話をさせていただきます。なぜ1なのかというと、明日2があるからなんで、ぜひ明日の続きの講演、岡本先生の講演を聞いてください。研究課題としてはですね、ここに挙げられていますような7つの大体の細分、細根、項目について、やりましょうというのが、この基盤技術開発のメインだったんですけれども、DBCLS とあと CDRC 産総研の浅井先生、福井先生、それから京都大学科学研究所の後藤先生たちのグループと共同で、ライフサイエンスのデータベース統合に関わる基盤技術開発を進めてきたということで、全部はちょっとご紹介しきれないんですけど、今日は、RDF に言うと、ここら辺ピンクでマークしてありますようなキーワードに関連する、我々の成果をちょっとご紹介していきたいと思います。ただですね、最終年度なので皆さんよくご存知なのかもしれませんが、課題の中に RDF、RDF と書いてあるわけですね。で、これ RDF ってそもそも何なのかっていうことをちょっとおさらいしておかないと、残りの話全部 RDF なので置いてきぼりになるかなと思いましたので、ちょっと最初におさらいをします。で、 RDF データベースに RDF によるデータベース統合とは何か、なぜ RDF を使っているのかということを少しご理解いただきたいなと思います。で、本当はですね、 RDF っていうのは次世代のインターネットと言われる Web3.0 と言われているセマンティックウェブ、こういう時代が今から来ると言われているんですが、そのためのデータ形式なので、実際はライフサイエンスにおけるセマンティックウェブの活用によるデータベース統合というのが、正しいんじゃないかなと。で、じゃあそのセマンティックウェブっていうのは何なのかっていうことなんですけれども、これ定義はすごく複雑ではありますが、めちゃめちゃ噛み砕いて、ちょっと誤解を恐れずに言うと、ここに書いてあるような3点ぐらいに集約できるかなと思ってます。で、一つは、データベースの中で扱う、もしくは現実世界の全てのものに一つずつ ID をちゃんとつけましょう。今までデータベースごとに勝手に1から順番に ID を振っていることが多かったんですけど、そうするとあるデータベースの1番と別のデータベースの1番というのは全然違うものを指しています。で、これを URL を使うことによって、ちゃんとこの ID とこの ID は違うもの、もしくは同じものということがはっきりしますので、世界中でユニークな ID としての URL を使いましょうということが基本です。で、それからその ID で示されたこのものですね、これを説明するときに、みんなそれぞれ自分の言葉で今まで説明してきてたわけですが、それをちゃんとオントロジーという、皆さんで共通に、あ、これ使いましょうねって決めた辞書を利用して、標準語彙としてのオントロジーを使用することによって、A さんが作ったデータと B さんが作ったデータの解釈が混ぜることができる。で、そういう感じにして、いろんなデータベースを標準化していきましょう。で、その標準化されたデータとデータをこうリンクしていくことによって、今までつながってなかったデータベースがちゃんとつながっていくようになりますよねということです。で、何のためにこんなことをしなければいけないかというと、今までは人間が一個一個データベースを見てたわけですけれども、こんだけデータが大量な時代になってきますと、コンピューターを使って知識発見しないと、とてもやってられないと。毎日 Google がない生活っていうのも想像できないわけですよね。だから今手元にあるデータベースのデータをちゃんと曖昧な記述なしに、コンピューターにも分かる形で記述し直してあげることによって、初めて統合ができますよねということです。で、だんだんちょっとイメージを紹介していこうと思うんですけど、 RDF っていうのは最初にデータ形式だというふうに申し上げました。実はですね、これ主語、述語、目的語っていう、そんだけの単純な構造です。で、主語のところに、先ほど ID と言ってた URL が来ます。で、目的語のところに実際 の, 説明とか値とかが入ってくる。で、それか、もしくはこのデータの ID がこのデータの ID に関連していますよというリンク情報を持つことができます。で、ちょっとこの例がいいかどうか分かりませんけど、遺伝子1はシーケンスオントロジーでいうところのジーン型のオブジェクト で、それのラベルとしてアポイっていう遺伝子名ですよとか、そういう記述をずっと書いていくわけですね。で、このようにシンプルなデータフォーマットでいろんなデータを切り刻んで整理し直すことによって、多様なデータを簡単に統合できるという特徴があります。同じものには同じ URL がついていますし、それをもとに重ねていくと、なんかこういうグラフができてくる。で、このグラフ全体が統合されたデータベースっていうイメージです。でもちょっとこれでも分かんないですよね。で、ちょっとすごく雑白な例なんですが、例として遺伝子と薬のデータを RDF にして統合したイメージをちょっと考えてみます。まず遺伝子のデータを RDF
にしていきます。ある遺伝子のどんな名前がついててどういう配列を持っていてどういう機能を持ってていうことをあるというふうにします。で次に薬のデータをですね、どういう効果効用があるのかとかどういう化学物質なのかというようなデータをそれぞれのデータベースから RDF にします。でこれを今もで統合されてきているデータベースにだらっと流し込んであげると、まあ、なんか統合されていくわけですね。でこの中で自分の欲しい情報っていうのを取っていきましょうと。で検索するためには、Spark という、検索言語を使います。でこれの特徴はグラフの中から欲しい情報を取ってくるグラフのサブグラフマッチングを行うということができます。である遺伝子で名前が欲しくてその遺伝子と関係ある薬の効果が知りたいみたいなことをこう書いてあげると、この大量にあるグラフの中から該当する部分っていうのを引っ張り出して答えが得られるということですね。でこれで分かるように遺伝子と薬のデータベースっていうのはリンクされていないといけないのでデータベースとデータベースの間が有機的に結合されているということが、まあ、統合のための基盤になってきます。でそこで出てくるのが、京都大学の LinkDB というデータベースでこれ自身はかなり歴史が古くて、多種多様なデータベースとのエントリーこのエントリーとこのエントリーは関係がありますよということをたくさん集積してきているものなんですけれども、これを、今年度はというか今回の課題では、RDF でも取得できるようにしていただきました。例えばここでテグのパスウェイと遺伝子の関係というのを見たいというふうにクリックするとですね、全ての人の遺伝子から、パスウェイのリンク情報というのを RDF 形式でダウンロードしてそれを自分のデータベースに取り込んで使うということができるようになってきております。そして、もう一つ共同研究の、産総研 CBRC なんですけどこちらでは解析ワークフローの入出力も RDF 化でやりましょうということを行っていただきました。CBRC でもともとかなりたくさんの種類の解析ソフトウェアサービスを提供していただいていたんですけれども僕らはデータベース自体を RDF で作っていますのでその RDF のデータの一部を投げると計算した結果がまた RDF で返ってくる方が世界を作りやすいわけですね。それで入力としてタンパク質とか化合物などの RDF データを投げるとドッキングシミュレーションした結果がまた RDF で返ってくるというようなものを今回の課題の中で作っていただきました。でまあ、RDF データを見て投げて RDF が返ってきても人間にはちょっと分かりづらいのでそれを使いやすくするインターフェースを DBCLS の方で少し開発させていただいております。で、今回使っているのは Galaxy というものなんですけどこれはアメリカの方で開発されているフリーソフトウェアです。で、さまざまな解析ツールを組み合わせてパイプラインを作ってクリックするとガーッと計算が行われて入力データから解析結果のデータが得られるような仕組みざというとそんな感じなんですがそれを、DBCS で独自に日本語が動かしたり拡張したりしたものを提供しています。で、この中に CBRC のサービスと京都大学のサービスを呼び出してドッキングシミュレーションするっていうことができるような仕組みを作りましたのでそれを少しご紹介します。で例としてですね、Galaxy からインフルエンザのノイラミニダーゼタンパク質の立体構造をまず取得してきます。でこの中で、このタンパク質に結合する、化合物がひょっとしたらインフルエンザを退治するための、特効薬になるかもしれませんよね。でそのタンパク質と結合がすでに知られている化合物として CR3 がありますがこの CR3 に類似構造のものを探してくるとそれは薬の材料になり得る可能性があるということです。でまずは京都大学にシムコンプというサービスがあってある化合物を送るとそれに似てる化合物をガーッと出してくれるというのがありますのでまずそこに、計算をお願いします。京都大学の類似化合物検索を実行して出てきているものがもともとの CR3 に似ている化合物の候補ですね。でこの中で特にこれとこれ、まあ、もしくは全部でもいいんですけどチェックしていただいてこれをもともとのノイラミンダーゼにタンパク質をくっつくかどうかっていうのをちょっとシミュレーションしてもらうっていうのが、実行したところですね。でこういうふうに RDF のデータを CBRC に送ると結果が返ってきますので、ちょっと見えにくいですけれども、タンパク質の立体構造の中に、化合物がピコッとはまっている様子が見えます。でこれは選択した化合物全部について計算されて一番、まあ、ドッキングの指示
具合がいい順番にこう並べられています。まあ、こういうことが、RDF データをもとにできるようになってきました。ということで、ワークフローの構築できた例をちょっとご紹介したんですけど、これ実はですね、いろんなところにやっぱりそれまでの基盤技術の積み重ねっていうのが効いてきています。DBCLS では Galaxy を何年もたって開発してきていましたし、CBRC のサービスも成熟していました。それを RDF に対応してもらい、京都大学のサービスも統合するっていうことができてきたんですけど、それは、それぞれがもともと標準 CL の対応を進めていたので、このマッシュアップみたいなことは、比較的短期間、数ヶ月でできましたという話ですね。でところが、まあ、ここ で お出しした例は、まあ、ごく一例なので、さらに多くのデータやサービスと連携するためには、国際的な技術開発をまだまだ続けなければいけないし、国際的なオントロジーの標準化みたいな、まあ、地味な継続し仕事を、継続的に取り組む必要があります。ここで高木先生が先ほどご紹介していただきましたけど、国際開発者会議バイオハッカーソンというものを開催して、その中で国際的な技術開発標準化を進めてきています。で、今年、6月に開催した時のポスターですが、バイオハッカーソンというものは、バイオとハックとマラソンの造語なんですけれども、基本的にはバイオインフォマティクスの開発合宿みたいなものです。で、国内外の実務レベルの、実際プログラム書いたりデータベース作ったりできるレベルの人たちに集まっていただいて、1週間合宿をしていただくと。それによって今生命科学におけるウェブサービスとかセマンティックウェブ標準化が終わっていない部分を解決したり、新しい技術を開発したりしています。で、素晴らしいことにはやっぱり最先端の技術者のレベルの高い人が来ていただけてますので、今ここ困ってるんだけどって言ったら、隣の人ができたよって言って解決してくれるみたいな、そういうすごく効率のいい会議になっていまして、新しいアイデアも出てきますし、新しい技術が皆さんに浸透しますし、開発グループとしてコミュニティができますので、1週間の合宿が終わった後もメールで気軽に、今度こういう問題が出てきたんだけどとかいうことを相談できるというようなコミュニティ形成もうまくいっており、大変ありがたく思っています。今まで6回ほど開催してきています。で、最初の2回はウェブサービスの標準化とか、それによるワークフロー構築に、主眼を置いていたんですけど、だんだんここ3年4年は、セマンティックウェブによる、ライフサイエンスのアプリケーション開発というところまでたどり着いてきたという状況でございます。それで、まあ、この背景としてはですね、もともとインターネット上でいろんな NCBI だとかいろんなデータベースが分散しています。で、これらを全部コピーしてくるっていうのはもうデータが大きいので普通に無理な状況になってますが、それをいかに統合的に利用するかっていうときに、まあ、ウェブサービスを使えばいいんじゃないかっていうのが最初の頃の発想でした。ところが、まあ、データにはアクセスできるんですけど、そのデータの中を組み合わせて統合的に本当に活用したいと。で、そうなってきたときには、セマンティックウェブの形式 RDF でそれぞれのデータベースが表現できていれば混ぜ込むことが簡単にできて、そこから知識発見できますよねっていうことで、最近はセマンティックウェブを強く推進しているということになっています。で、それを実現するために、各国、日本国内は もちろん各国から数十名、5、60名から80名ぐらい毎回参加があるんですけれども、いろんな分野の人たちに参加していただいています。データベース作っている人、データのウェアハウスを作っている人、それからサービスを保管している人、ツールを開発できる人、それからオントロジーや標準化について詳しい専門家の方々、こういう多様な人たちに一箇所に1週間合宿に来ていただくことによって相乗効果が生まれていると。で、最近の成果ですけど、まあ、本当にいろんな人が来ていろんなことをするので、一言でまとめるのは非常に難しいんですが、各分野のデータベースでセマンティックウェブの対応が非常に加速してきましたということが一番の成果じゃないかなと思います。で、具体的にはアイデンティファイアソルとかバイオポータルなどで標準化されている URI とかオントロジーを皆さんが利用するようになってきましたし、ユニプロットと DDBJ では配列情報の中にここに何がありますっていうことを記述するためのオントロジーを共通にしましょうという話をしています。それ以外にここに挙げられているようなデータベースの内容とかクオリティを評価する方法、文献データからまだデータベース化されていない知識を抽出する方法、出てきたデータから RDF をちゃんと生成するツールをたくさん作りましょう、それからその
それを格納して運用する RDF のデータベースは今どれがいいのかという性能評価、それから、データベースを統合するときに必要な各種オントロジーの開発、それを使ったアプリケーションの開発、それをユーザーが分かりやすく解釈するための、可視化などの技術開発をやってきています。で、国際版のバイオハッカソンだけでなく、国内版のバイオハッカソンとスパークルソンというイベントも DBCLS を主体に開催させていただいています。で、国内版というのは、日本語でやれると、同じようなものを日本語でやれるということで、国際版で得られた最先端の技術を、国内の皆さん方ですね、データベースを作られている人たちにもセマンティックウェブ技術、こういうふうにしたら使えますよということを、ぜひ分かっていただきたいと思って、技術還元をするという機会となっていて、2010年の10月、11年11月というふうに続いてきて、13年の13月がないので、2013年の13月に、来年の1月にですね、次の会を開催する予定ですので、今お手持ちのデータを RDF 化したいとか、そういうところで技術交流したいという方はぜひご参加いただければと思います。それからスパークルソンですけれども、こちらは今日の統合の日にこれから発表する内容を準備するために必要だったという必要に迫られて、去年の10月から月1回開催して12回やってきております。やってきたことは RDF データを作りましょう、それからオントロジーを開発しましょう、でトリプルストどのように運用したらいいでしょうか、より効率的なスパークルにしないと検索が遅くてやってられないですねとか、それを使ってやっとアプリケーションができますねっていうようなことをやってきています。で、スパークルソンというのはスパークル検索言語を活用するっていうことでやってきたわけですけど、名前からですね、スパークリングワインに毎回飲みながら夜が懇親するという非常に楽しい会になっておりますので、ぜひこちらもよかったらご参加ください。はい、でここから残り時間でですね、ちょっと足りないかもしれないですけど、上の3つ、統合 DB と統合ウェブサービス、統合ゲノムというものをご紹介したいと思います。で、一応その下に書いているのが最初の課題にどういう感じで対応するかっていうことなんですけれども、まず一つ目、統合 DB ですね。これは皆さんのお手持ちのデータをデータベース化して、さらに RDF 化まで自動でやってしまいましょうというサービスです。で、知識やデータっていうのは論文のサプリメントとかに埋もれていて、なかなか活用されないっていう現実がありますので、統合データベースではそういう表形式のデータだったら簡単にアップロードするだけでデータベースができますということを目指しています。ちょっと字が多いですが、簡単にデータベースが作れますということ、それからアクセス権とか公開の非公開とかは、お気に召すまでこうやっていただいた後で公開ということも OK になっていますし、見た目にこだわりたいという人はカスタマイズができます。それからあとよくあるのが、なんとかデータベースというのを論文見て見に行くと検索ボックスがあるんですけど、そこに何入れたらデータが見れるのかよくわからないです。統合データベースではデータベースの中身がトップ15ぐらい最初から見えてますので、あ、こんな感じかっていうのが分かるようになってます。それから検索も非常にたくさんのオプションを持ってますので、自分が欲しいデータにたどり着けます。それから検索して絞り込んでもですね、バイブのデータは大抵数千件とか数万件とかなってしまうことも多いです。で、それらを効率的にブラウズする機能もあります。で、最後、オントロジーとかメタデータを追加して RDF を生成して、さらにスパークル検索も自動でできるようになってますよということが、最近の開発に結果になっています。表形式のデータをアップロードしてちょっと設定していただいたら、もうデータベースが出来上がっていて RDF とかスパークルにも対応していますということですね。で、具体的に作ったデータベースの例がこれなんですけれども、一個一個のデータベースの項目が最初からこのようにバッと見えていて、これをどなたが欲しいデータを絞り込んでいただくという形になります。で、1個見ると1個1個のデータにはちゃんと URL がついていて、でさらにここの表示用のところにはカスタマイズが可能で、JavaScript を使って、これは南極の苔のデータベースなんですけど、それがどこから取れたかっていうのを地図上にマッピングするとかいう部分をユーザーの方で勝手に拡張することができます。で、さまざまな高度な検索機能がついていて、1個1個絞り込んだデータは矢印キーをガーッと押すことによって開いて戻って開いて戻ってしなくても、ブラウズすることができるようになっていますので、ぜひお使いください。2つ目、統合ウェブサービスですが、こちらは、あなたのデータではなくて公共のデータを RDF 化しましょうということを今回開発しています。
で、まあ、MCBI とか EBI とか DDBJ、UCSC、KEPPDBJ などのデータベース、主要なデータベースに対応していて、それらを取得し、REF とか JSON に変換するってことができます。今まではこれらのデータベースそれぞれがアクセス方法がちょっと違っていたり、結果が HTML で書かれていたりして、プログラムで扱うのがちょっと難しかったんですけれども、ここら辺の問題を解決しております。例えば検索は必ずサーチデータベース名クエリ文字列っていう形にすれば、どのデータベースでも検索できます。それからデータの取得はエントリーデータベース名 ID とすれば、必ずそのデータベースのエントリーがテキストで返ってきます。でさらにその一部を取り出したり RDF や JSON などに変換するっていう機能も、URL ブラウザの中にちょっと書き込むだけでできるようになっていますので、それをプログラミングできる方はスクリプトにするのも簡単だと思います。さらに、今年追加された新しい機能として、これちょっとまだ RDF には対応できてないかもしれないんですが、ヒトゲノムのデータベースとして最もよく使われている UCSC のデータベースについても同じような形で、例えばこれヒトゲノムのクロモソーム1番のここの部分の塩基配列が欲しいとか、ある UVSSA という遺伝子のアノテーションが欲しいだとか、それを JSON で取ったり表形式で取ったりということが できるようになってきておりますので、ヒトゲノムを解析対象にされている方はぜひお使いください。でこれが、RDF の変換例なんですけど、例えばこれは PubMed の例ですが、論文を PubMed で見るとあのような HTML のページになっていますけど、これを統合ウェブサービスで取得して RDF に変換してくださいっていうふうに URL を開くと、このように簡単に RDF を取得することができるようになっています。はい、で3つ目、統合ゲノムで、これはですね、こうやってたくさんのデータが RDF になってきたときに、その RDF データを統合したらどういうことができるかという、まあ、ことも含めて、ちょっとゲノムのデータベースを作りましょうというプロジェクトをやっています。でこれはだいたい1年前ぐらいから始まったプロジェクトなんですけれども、基本的な発想としてはですね、生命科学の基礎はやっぱりゲノム、現在は配列が大量に出ている時代なので、まあ、ゲノムでしょうということで、白地図としてのゲノム情報に、いろんなものが ここにはこんなものが載ってて、こんな特徴がありますということをマッピングして、そのものに ID と型とそれから、まあ、座標どこにあるかということをちゃんとつけていけば、多種多様なデータが全部ここに投げ込んでいくことができますよねっていう発想でございます。でここに書いてあるのは、あるコーディング遺伝子のエクソンはエクソンというタイプを持っていますし、ジーンはジーンというタイプを持っていて、そのジーンはどこにあってどういう名前がついていて、それがタンパク質に翻訳された時はユニプロットのこのエントリーに該当しますよっていうようなことを、まあこういうのをずっと書き足していくと。で、それを全部 RDF で混ぜ込んでいけば、統合されたゲノムデータベースができますよねということですね。で、それだけではなくて、ゲノムから生物種から菌株や表現系、環境などについてのデータも全部 RDF やオントロジーを整備して作っていきましょうということをやってきております。で、まずどういうデータを使ったかというのをざっと見ると、レフセックのデータを頑張って RDF にしたもの、それからユニプロットは世界に先行してですね、 RDF 化が完了しておりますので、それを利用させていただいております。で、環境とか微生物関係のデータというものはまだまだ世の中にちゃんと RDF 化されたものオントロジーがなかったので、これは、プロジェクトの中で皆さんご協力いただいて作ってまいりました。で、セマンティックウェブでのアプリケーション開発として、データをさまざまな切り口で絞り込める、ゲノムデータベースができてきましたということで、簡単にちょっと絵をご紹介します。でこれの具体的な資料ではですね、明日岡本さんのプレゼンの方で、話がありますので、概要と技術的な部分だけちょっと短い時間で紹介したいと思うんですが、統合ゲノムでは全ゲノム情報に対して、いろんなオントロジーですね、タクソノミーとか環境だとか遺伝子のジーンオントロジーなどを組み合わせて欲しいデータセットを絞り込んでいくことができます。で絞り込んだ結果がこのようにリストにされるんですけど、遺伝子のページに飛んだり環境のページに飛んだり生物のページに飛んだりということができるようになっています。で、そのリンク先のページ自体が、まあ、データベースのエントリーということになるんですが、まあ、よくあるように遺伝子のページ1個開くといろんな情報がブロックに分かれて表示されています。でこれの一つ一つが、再利用できるような形でデザインしてございます。それで、これを我々はスタンザと仮に名付けているんですけど、情報を表示するスタンザやこのようにグラフのように可視化をしてインタラクティブに操作できるようなスタンザ、いろんなものを今多数準備してきているところです。
で、このスタンザをですね、ウェブページに簡単に埋め込むことができるようになっています。基本的にはこの1行書いていただければ、自分のゲノムデータベースに、統合スタンザのスタンザを組み込むといったことができます。で、これを書くとですね、ウェブページの中にこういうものがビッと現れるという仕組みですね。はい、でこの仕組みを、汎用的にして、共同研究先のマイクログ DB とシアノベースなどで再利用していただいています。スタンザのユーザーとしてのこういうデータベース開発者はいろんなサーバーで公開されているスタンザを自由に組み合わせてゲノムデータベースをさらに高機能化したりメタゲノム対応したりとかそういうことができるわけですね。でスタンザを開発する側としては我々の方で技術提供しておりまして、スタンザを簡単に作成してサーバーを公開するフレームワークを公開ご提供しております。でスタンザはバックエンドの RDF のデータベースに検索してその結果をウェブページで表示できるような形で、返すという仕組みを持っています。あと2枚、統合ゲノムの、結果として RDF を利用するメリットとしては多種多様なデータをユニークな ID、URL とそれからゲノム座標に基づいて集積可能ということで、例えば地理情報が Google マップに集約できるので、リンクドデータで、成功している例が多数あるんですけど、ゲノムでも同じことができるだろうと。ゲノムの白地図として RDF でちゃんと座標系とリファレンスデータセットを提供しておけばそこにいろんな情報を皆さんが集めてきてくれるのではないか、我々も集められるのではないか、それからカセット検索による組み合わせで、今までできなかった ID とかキーワード検索ではできなかったより正確で欲しいデータにたどり着きやすいという仕組みが導入可能になりました。はい、それで最後ですが、今後の課題としてはですね、こうやって大量なデータがゲノムデータベースの中に統合できましたので、それで初めて可能となるような横断的な統計解析をして、もっともっと素敵なこうゲノムってこんな感じなんだ、この生物はこういう生き様なんだってことが分かるようなデータベースに発展していきたいと。それから統合すべきデータがまだまだ足りて入っておりませんので、もっともっと標準化を進めたり足し込んだりするってことをやりたい。あとそれぞれの研究モデル生物ごとの研究グループからアノテーションの知識を集約したいので、ナノパブリケーションの採用などによってそういうものも集積できるようにしたいということ。あとトリビアルな問題ですが、データの更新の時にバージョンコントロールをどうするかというのが世界的な問題になっています。こういうことに対応していくというのが課題かなと思っております。ちょっと長くなりました、ありがとうございます。高山先生、ありがとうございます。